バンズの原宿メモリアル番外編この雑誌ヨッシーさんの番です。カラスみたいな服着ちゃって、これはお葬式ですか。なんかオバマアカネさんって人が、はい、学生時代高校の制服がカラスみたいな服だったそうです。ぜひ見てみたいです ね, ねどういうことなんでしょうか。他の学校の生徒からカーカー言われてたらしいです。どこの人ですか。よくわかりません。オバマっていうことはアメリカの人なんですかね。まあそんなようなもんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ制限時間3分間で私が出したお題に吉井さんが答えるこのコーナー、はい、いきますよ。ネタ、はい、感動的なはずの結婚式の、はいはい、花嫁の、その、なんか、両親への言葉、あれじゃないですか、スピーチ。はい。で、周りの人が大爆笑しましたと。さて、花嫁は何を話したのでしょうか。大爆笑？はい。よろしいでしょうか。よろしくないけど、まあいいです。はい。はい、頑張っていただきましょう。では、はい、スタート。さあ、では今日の BGM は何がいいかな。今日の BGM は、では、何を考えてる。はい。鼻声だった。はい。じゃあ今日の BGM は。チャンチャンチャン希望のシルシルシガサン葉山明るい窓に楽しく楽しく学ぶ、はい、お父さんはカツラだと激悪これは爆笑という失笑ですねさっき歌ったのは私が小学校時代の小学校の時の校歌ですね。次じゃあ中学校の校歌いこう。桃の花にを夜明けに風香る八幡山よお父さんは風俗が良いだと告白、これも失笑ですね。というわけで私が今中学校時代の校歌を歌いました。次は高校の時の校歌いきましょう。東に浜を刻もうね風が変わる道の日の空日本はい、お母さんが放棄をする包みだと告白全部失笑ですよ、こんな身内ネタしたら次大学の時の効果をトゥン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 トゥさあ、こんなわけで、一応私の小中高大学の校歌をですね、メロディー付きで解説させていただきましたが、解説はしてないか。まあね、会社に行っても社歌なんてのありますけどね。はい。お父さん、産んでくれてありがとう。最後のネタにしましょうか。はい。ダラン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 君が好きだよ、はい、おっおっ落として、はい、終了